東出明広氏は、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤左だ。現在は、広島東洋カープの二軍打撃コーチを務める。2013年から2015年まで、一般社団法人日本プロ野球選手会第12代理事長を、務めた。鶴ヶ家比高校2年時に第79回全国高等学校野球選手権大会で、ベスト8。 初戦の堀越戦で死球で出塁すると、二投、三投を立て続けに決めて決勝点のきっかけを作るなど、当時から瞬足ぶりを発揮していた。三年時は、第70回選抜高等学校野球大会と、第80回全国高等学校野球選手権大会の甲子園に、それぞれ投手権内野手として、春夏連続出場。投手で一番打者で、 キャプテンの役割を担ったが、センバズは PL 学園、選手権はオービリンに惜敗した。また当時、広島東洋カープのコーチを務めていた高城信弘は、東での甲子園でのプレーを見て、球団のスカウト担当に内野手として使えると、ドラフト指名候補にするよう進言したという。第三回ル a アジア選手権、大会日本代表に選出され、遊撃手として、 大会ベストナインを獲得。高校通算打率464、34本塁打。1998年のドラフト会議で広島東洋カープから1位指名を受けて入団。背番号は46。1999年高卒新人ながら1年目から出場を果たし、主に二塁手を守った。5月11日の巨人戦で2番、二塁手で、 プロ初先発初出場を果たし、第2打席で、イリキユーサクから完全に詰まった内野ゴロであったにも、かかわらず、二塁内野安打となり、プロ初安打を記録した。フレッシュオールスターゲームにもウエスタンリーグの先頭打者として先発出場した。翌2000年は、背番号2に変更、遊撃手にコンバートされた。二塁手のレギュラー候補であったエディディアスが、 公式戦直前に負傷で、戦線離脱し、代わりに二塁手に入った木村拓也と共に、1、2番で、スタメンに名を連ねた。112試合に出場、守備面では、リーグ最多の25失策を記録しながら、217、視察、356、補殺、レンジファクターは5.0を超えた。2001年、月間リーグ最多盗塁で、JA 全農セリーグ5号賞を受賞。 球団記録となるシーズン49ギダを記録。全試合に出場し、打率2割6分2輪、5本塁打、35打点に加え、盗塁も自己最高の26個を記録。リーグ最多の5三塁打も記録して、主に2番打者に座る。守備面では27失策で2年続けて、リーグ最多を記録するも、一方で補え、殺数は宮本晋也。 石井拓郎に次ぐ411を記録した。第34回アイブフワールドカップ日本代表に選出され、予選、本戦を通じて日本チームトップの10打点を記録、守備でもほとんど経験のない三塁手を守り、ベストナインを獲得。しかし、決勝進出をかけた対キューバ戦では1点リードの投手戦で同点的実策を犯した。2002年、 エディディアスが二類種に入り、東では遊撃種で開幕スタートするが、右大体二頭筋肉離れにより、5月26日から7月7日まで2ヶ月間近く、戦線を離脱。故障の影響もあって成績は振るわなかった。この年はチームメイトで三類種の荒井隆弘と最多失策を争っていたが、上記の離脱で出場機会が減ったため、最多失策は荒井となり、 三年連続での最多失策は免れた。2003年、再び二類種へ、コンバートされたが、47試合の出場に止まる。2004年は76試合に出場したが、ベンチスタートが多かった。2005年、チーム事情から一時期遊撃手を守ったが、オリックスから菊池原武史とのトレードで移籍してきた、山崎浩二が遊撃手、木村拓也が二類種に定着。 自身は二塁手や外野の守備固めなどで出場した。7月17日の阪神タイガース戦では、高等を続けていた安藤祐也から延長10回決勝本塁打を打った。2006年、マーティブラウン新監督が就任し、遊撃手は前年守った山崎二塁手には、ルーキーそよぎ栄心の二遊間で開幕を迎える。しかし、山崎が打撃不振の一方、 開幕戦に入って東出が途中出場などで活躍。4月後半にボンが遊撃手に回り、東出が二塁手に復帰。7月には監督推薦で、オールスターゲーム出場を果たした。4年ぶりに規定打席に到達し、打率はシーズンを通じて2割8分台を維持、自身初のサヨナラヒットも打ったが、二塁打と本塁打は、規定打席到達している打者の中で、両リーグ最小であった。 また、投塁成功率が低かった。守備面では、二類種として122試合に出場し、リーグトップの277視察、421、補殺に加えて8失策で、守備率、989で、リーグ2位と成長を見せた。2007年、打撃面では、前年を下回る成績となり、スタメン、打順とも固定できない試合が増えたが、 132試合に出場した。守備面では、二類種での出場は124試合で、リーグトップの419補殺、同2位の294視察で失策は7、守備率990で、リーグ2位。レンジファクターはこの年の規定イニングを超える二類種として、リーグトップの6.37であった。盗塁史は前年の18から4に減少。 三振数55は、前田智則の31に次ぐ、チーム2位の少なさで、三振率も、前田智則に次いでしたから2位。閉冊打3は、規定打席到達の打者では、高橋義信、赤星の弘、アーロン・アイエルラと並びリーグ最小であった。一方で、二塁打、三塁打、本塁打、長打率、打点は、リーグ最小であった。赤星とに、年連続で、 規定打席に到達して本類打がなかった。オフに将来は現役引退後母校の指導者となることを希望しており、教職資格を取るために早稲田大学進学が報道された。2008年シーズン当初は控えや回の打順を打つことが多かったが、徐々に結果を出して1、2番に固定され、打率360前後の成績をキープし、 オールスターゲームに初めてファン投票で選出された。138試合に出場し、初の3割到達となる打率。310を記録。閉札打は前年の3よりもさらに少ない位置で、2年連続でリーグ最小であった。終盤戦によった指の負傷の影響もあり、久々の2桁となる12失策を記録したが、守備面でも年間通じて安定した。 内野手最多得票となる141票にて2類種のベストナインに選ばれる。なお、本類打はこの年も例本に終わり、規定打席に到達しての3年連続本類打ゼロは、1991から1993年の和田豊以来のことであった。同年途中に、球団史上最年少の28歳で FA 権を取得。挙手が注目されたが、球団と競技を、 重ね11月11日に FA 権を行使せずに広島残留を表明。4年契約を結ぶとともに、単年年報で1億円プレイヤーの仲間入りを果たした。会見ではカーアップで日本シリーズに出場したい、必要とされる限りはカーアップに残りたいとチームに対する愛着を語った。2009年5月16日に2年ぶりに外野守備に就いたが、 守備機会はなかった。オールスターゲームに2年連続で出場し、地元広島で行われた2戦目にはチームから5人がスタメン出場した。シーズンではチームが極端な打撃不振に陥る中で年間を通して安定した調子を保ち、142試合に出場してチームトップの打率294を記録。三振数は 規定打席到達者中最小の39個であった。前年と比べて打率は低下したものの、選球眼が向上し、出塁率は前年を上回った。二類種として、リーグ最多の14失策であったが、チームトップの14盗塁を記録し、2年連続のベストナインに選ばれる。本拠地が広くなったこともあり、長打が増加し、長打率も上昇したが、 この年もまた0本類打に終わった。規定打席到達者の無本類打記録としては、プロ野球史上最長となる4年連続無本類打を記録した。2010年4月23日の巨人戦で、東の春から5年ぶりとなる本類打を打ち、連続打席無本類打記録は2393打席で止まった。また、オールスターゲームにもファン投票で3年連続で出場し、 二試合に出場し、9円初安打を含む3安打を打つ活躍を見せた。しかし、8月下旬に右肘痛で戦線を離脱し、そのままシーズンを終えた。規定打席には到達したものの、出場試合数、打率、安打数、盗塁数は過去5年間で最も低くなった。一方で、チャンスで打席を迎えることが多く、出場試合数が減った中で、 自己最高の40打点を挙げた。2011年も二塁種のレギュラーとして137試合に出場。春先は打撃不振に陥ったものの、その後はシーズンを通して安定した成績を残した。しかし、2006年から5年連続で記録していた二桁、盗塁は途絶え、この年は8盗塁に止まった。2012年も開幕を一軍で迎える。この年は、 シーズン序盤はスタメンで多く起用されたものの、6月10日の試合でゴロ補給の際に右手中指に打球を当て、骨折して一軍登録を抹消される。その後8月に一軍に復帰するも、ルーキー菊池良介の対等もあり、復帰後は代打での起用が主となったため、最終的に91試合の出場に止まる。二千十三年開幕前の二月十四日の紅白戦で、 本類に突入した際に、左膝の全十字人体を断裂。3月18日には、左前十字人体再建術及び、左半月板切除の手術を受けた。シーズン中には、試合に出られるレベルに戻さないと、手術した意味がないとして、可能な限りリハビリに専念。シーズン中の実践復帰は叶なわなかったが、シーズン終了後の12月5日には、 日本プロ野球選手会の選手総会で社団法人選手会の理事長に就任した。2014年3月14日の春季教育リーグでおよそ1年ぶりに実戦へ復帰。同年のレギュラーシーズンではウエスタンリーグ公式戦で49試合に出場したものの前年に続いて一軍公式戦への出場機会がなかった。10月29日には 一軍で一選手として扱うことを条件に、選手権二軍や四高地補佐へ就任することが、球団から発表された。2015年には、二軍や四高地補佐を務める傍ら、選手として、ウエスタンリーグ公式戦22試合に出場。22打席で19打数6安打3打点の成績を残した。 6月には3年ぶりの一軍昇格が検討されたが、チーム事情から見送られたため、結局は一軍公式戦への出場機会がなかった。レギュラーシーズン終了翌日の10月8日に、本人からの申し出現役を引退することが、球団から発表された。同月10日にマズダズーム、ズームスタジアム、広島内で開かれた、記者会見では、状態が上向いていたシーズン終盤に、 選手として一軍へ昇格できなかったことを引退の理由に挙げた。2015年12月2日付で日本野球機構から自由契約選手として講じ。翌3日に日本プロ野球選手会が開いた定期大会では自身の理事長退任と中日選手会長大島陽平の理事長就任が承認された。2016年以降は高知仙任で広島に残留。 2016年から2019年まで1軍打撃コーチを務め、2020年から2軍打撃コーチに配置転換された。2021年、2軍監督の更新時が骨折に伴う手術を受けるため、6月15日から17日までの3試合でに軍監督代行を務めた。俊足、高打、剣手を兼ね備える。現役時代は、広島一筋17年。 主に二塁手として二度のベストナインを獲得するなど、内野のようとして、チームを支えた。しかし、入団当初は、内野手はかじったほどしか経験がない状態であり、やらされるまま練習したが興味がない分、身につかなかった。と10回している。また、チームで一番は無理でも、前田さんの次に打てる選手になればいい。打てれば、試合に出られ、守備も多少は目をつぶってもらえるという意気込みで、 前田智則に教えをこい、打力向上に心血を注いだ。ちなみにベストナインを獲得した2008年から2009年も、守備範囲が広いがゆえに二桁失策を記録している。上原浩二の公式 YouTube チャンネルに2021年7月に公開された動画で、森本喜明は、松坂世代の中で一番強い二類手として、彼を挙げた。2005年11月に、 鶴岳飛行時代の同級生と結婚したことを2006年3月2日に発表した。ありがとうございます。